オリジナルディキシーランドジャズバンドは、アメリカ合衆国ニューオーリンズ出身の白人ジャズ、バンド、略称 ODJB、ジャズ界で初の商業用レコードを発表したバンドとして知られる。1916年、ジョニー・ステインを中心に結成された、ステーンズ・ディキシーランドジャズバンドを前身とする。その後、ジョニーが脱退して、ニックラ・ロッカを中心とした体制が確立し、 オリジナルディキシーランドジャスバンドと改名。バンドはニューヨークに移り、初レコーディングはコロンビアレコードで行うが、コロンビア側がバンドのオリジナル曲を演奏させたがらなかったため、決裂。バンドはギャラは受け取るが、レコードは出してもらえなかった。1917年、バンドはビクター・トーキング・マシンでレコーディングを行い、ディクシー・ジャスバンドワンステップと、 リブリー・スティーブル・ブルーズの2曲入りレコードを発表、大ヒットとなる。これが、ジャズ発のレコードとされている。その後も、AT ・ザ・ジャズ・バンド・ボール、タイガー・ラング等をヒットさせるが、1919年、ピアニストのヘンリー・ラガンスが、スペイン・風で高い。ジェラッセル・ロビンソンを公認として迎え、1920年代前半まで活動を続ける。1936年、 オリジナルディキシーランドジャズ5と名乗って再結成し1938年まで活動。1969年メンバーの中で最後まで存命だったトニース・バーバロが高い。1990年代中期からニックの息子ジミーラ・ロッカがオリジナルディキシーランドジャズバンドの名前を継承したバンドで活動する。ありがとうございます。